辻井さん安心してください、やってますよ。はい、こんにちは、シャラスポーツです。皆さんお元気ですか。はい、今日はですね、コメントの中でよくあるグリスの状態ね、僕のクラブグリスは入ってますかどうですかっていうねご質問に、少しお役に立てばなというねお話をしますね。どうぞ。はい、こちらのグラブね、オーダーの辻井さんのグラブなんですけど、しっかりね、グリス入れて作り込んでありますんで、ほらここね見えるかな、パンパンでしょ。はい、まだ触るとねちょっとウニウニするぐらい、ね、グリスが入ってるな分かるんですね。こう押すと分かります。はい、それに比べてですね、はい、こちら使い古したグラフね、ほら分かります、ここパカパカしてますね。はい、これどういう状態になってるかっていうことですね。ちょっとじゃあのこちら手袋でねやってみますね。グラブというのは皆さんご存知のように、外側目に見えてる部分ですね、の皮とそれから内側の皮があります。ちょうど外袋になってる手袋の部分と、はい、内袋になってる手袋の部分が あるわけですね。で、これが中でね、くっついてるわけです。くっついてるというのは構成してひっくり返してでグリス入れてるんですけど、ちょっと分かりづらくなっちゃう。こういう風な状態になってますんで、グリスが入ってないとこうずれるわけですね。でほら浮くでしょ、これグリスが入ってるからくっついてるんですね。じゃあさっきのグラブ見てみましょうか。はい、ここから見えるのが内袋の部分の手の部分ですね。はい、で、こちらの皮が外袋になります。確認してみますよ。さっき辻井さんのグラブ、ね、パンパンでこう引っ張れなかったでしょ。これいいですか、ほらほら分かります、つまめるでしょ。こういうことです、こういうことね。これグリスがもうないっていうことですから、ここまでになるのはねなかなか時間が経たないとならないですけど、こう触ってみてこうずれる、グリグリずれるなと、なんか2枚あるぞって分かるときはグリスが足りないっていうことですね。はい、どうでしたか。参考になると思うんですけど、一度ねお試しくださいね。それでは辻井さん、日曜日お待ちしておりますね。皆さんそれではさようなら。